こ以外で勝負をかけるのか。右左どっち。あ、またやってきた。これ次なんだよ。右じゃ。おう、バタチュー。最初から柔らかくて使いやすいよね。これは絶対に綺麗にかけるわ。断言できる。ほれ見てみ、めちゃめちゃ綺麗にかけるわ。右左どっち。どっちだ、右かな。痛っ。ねえ、これ静電気。痛いから左にするわ。ハチミツ、これ一ファロービン。僕ハチミツ大好きなんだよね。おー、慣れると思ったんだけど意外と綺麗にかけるな。さすが僕のハチミツ。右左どっち。あー、直感で右。やった、チョコレートきた。俺のお箱よ。誰だ。いや、やめろお前。そんなバカな。右左どっち。直感で右。なんだこの存在しないはずの記憶は。うわー、左にしとこう。大学芋の元。なんでお前これ持ってんねん。大学芋作らへんやろかい。お、割と蜂蜜よりかけるぞ。大学芋の元万歳。結論、大学芋を作ろう。チョコ以外で自分はうまくかけるのか。右左どっち。どちらにしようか。左。何これ、マーマレード。ほほう、今日はそういう感じね。でもこれオレンジの皮入ってるから絶対詰まるわ。あー、やっぱり皮が詰まるねこれ。でも詰まらない時は割と絞れる。右左どっち。あ、どっちだどっちだ。右だ。ストロベリージャン。これまたイチゴの種が詰まるやつやろ。どうせ知ってんで俺。あー、詰まるけど絞り口を太くしたらまあ絞れるっちゃ絞れるな。右左どっち。いや、どうせ次もジャムだろ。己を信じろ。右だ。あー、やっぱりこれブルーベリージャムじゃない。んだこれ。ご飯ですよ。いや、懐かしい。白飯に合うんだなこれがよ。俺はでも粒ないからかけるんちゃうかな。あ、海苔の繊維が引っかかって全然かけねえ。歯切れ悪すぎる。結論、ご飯ですよはいいぞ。チョコ以外でも字はうまくかけるのか。右左どっち。今日こそ絶対チョコ当ててやるよ。左だ。ピーナッツバター。これがまたトーストに塗るとうまいんだよな。これは割とかけそう。あー、久々にめっちゃ綺麗にかけるわ。これはマヨネーズとリーズに匹敵するレベルだな。右左どっち。どちらにしようかな。右だ。こしあん。ちなみに俺は粒あん派です。これは繊維とかないから割と絞れるんちゃうかな。いや、勝ってこれめっちゃ硬い。持ち方変えるか。頼むぞ俺の握力。あー、硬いです。右左どっち。頼むぞチョコかい。右だ。待ってました。ほな、変えてきますかね。シャンブルズ。あれ、ブルーベリージャムになってる。あー、ブルーベリーの粒めっちゃ残ってるからかけねえ。結論、こしあん絞ると腕パンパン。チョコ以外で字はうまくかけるのか。右左どっち。どちらにしようか。左。ちょっと待った、ストップストップ。最近俺チョコで文字書いてないよね。お願い、今回だけ、今回だけでいいから絞らして。現場は私はチョコで文字を書けるのか。当たり前だろ、見とけ。新生活の季節なんでそれっぽいこと書いてくよ。新学期、入学、就職、引っ越し、その他もろもろ、いろんな環境の変化、皆様お疲れ様でございます。私もね、今年入ってから YouTube が多くの人に見られるようになって、いろんな意味で環境がね、変化しました。マジ皆さんには感謝だ。というわけで今年はもっといい年になるよね。チョコピクミン。へけ。誰だ。チョコペン警察です。あなたは無断でチョコペンを書きましたよね。死刑です。いやだ。結論、新生活頑張ろうね。チョコ以外で字はうまく書けるのか。右左どっち。そろそろチョコ選ばないと偉い人に怒られちゃうって。左かな。ヨーグルト。腸内環境整えてけ。すげえ水出てるんでしっかり混ぜようね。これはちょっとシャバシャバかな。おお、いいんじゃないですか。右左どっち。どちらにしようかな。右だ。練乳か。いいね。ちっちゃい頃にチューチュー吸ってたのはここだけの話。これ絞れそうだけどね。どうなんだろう。おう、いつはベリベリシャバシャバ。右左どっち。あー、左と見せかけて右か。おうおう、市販のチョコペン、はい、お湯で簡単に戻せるから便利だぞ。あー、このシリーズでチョコ描くの初めてだよ。すごく描きやすいよ。結論、練乳は末。